江ノ島は海上自衛隊の総海定、江ノ島型総海定の一番艇。艇名は江ノ島に由来する。側転型不設特務艇、江ノ島は津島型総海定江ノ島に次いで日本の艦艇としては三代目。海上自衛隊発の FRP 戦隊の総海定である。江ノ島は平成20年度計画総海底396号艇として、 USC 京浜事業所で2009年5月14日に寄港され、2010年10月25日に浸水、2012年3月21日に収益し、横須賀地方隊第41総解隊に編入された。2014年6月20日から6月29日、伊央島周辺海域で平成26年度実機来処分訓練に参加。 同年7月18日から7月30日、道の区湾でアメリカ海軍との総会特別訓練に参加。2015年7月18日から7月30日、道の区湾で平成27年度機雷戦訓練及び総会特別訓練に参加。同年11月20日から11月30日、日向灘で平成27年度機雷戦訓練に参加。 同年12月19日から12月21日、湘南港にて、館内公開、ライトアップ展示。2016年2月1日から2月10日、伊勢湾で、機雷戦訓練に参加。同年6月17日から6月23日、伊央島周辺海域で、平成28年度実機雷処分訓練に参加。7月18日から7月30日、 道の区湾で平成28年度機雷戦訓練及び総会特別訓練に参加。2017年6月17日から6月18日、伊豆半島沖でコンテナ船と衝突したアメリカ海軍第7艦隊、横須賀基地所属の駆逐艦、フィッツジェラルドの乗員捜索に参加。6月20日、アメリカ海軍作戦部長、第7艦隊司令官。 在日米軍司令官が海上幕僚長などを通して一連の対応と支援に大使感謝の意を述べた。2018年7月18日から7月30日、道の区湾にて、機雷戦訓練及び彦目印、共同総会特別訓練に参加。ありがとうございます。